最近は学校の七不思議とか二次コイン X を使ってガチャを回していたりとか、ストーリーに関係ないことをやっていたんですけど、そろそろストーリー進めます。第10話プレイ時間25時間、結構時間経ってるんですよね。ちょっと結構脱線していたから。さあ今日こそはいよいよハルマと対決。メンバーに関してはこんな感じですね。出てくるギミックに関してはちょっとだけ知ってる。ワープとね、ダメージウォールかな。ただしこれで行くしかないんだよね。これで、バステトがいるんだけど、進化させたらアンチダメージウォールがつくんで入れたいなと思ってるんですけど、ちょっと進化できないのでもうこれでやる。いや今までなんだかんだ言ってね、あのレベル上げとか大してしなくてやってこれたから、まだいけるでしょ。ハルマだ、モンストゲートが開いているぞ。開いてる。でもそんなでかくないね。大型のモンストゲートではないが、念のためモンスターは確保する。了解。いい加減にしろ。おお、あら、ゲートが閉じた。何オラゴン、お前そんなことができたのか。ああ、これぐらいのゲートならな、王子ならばできて当然のことである。今までモンスターと戦う必要なかったじゃん。もっと早く言えよ。だったらもっと早くやれよ。今までもチャンスがあっただろ。死ぬほどあったよね、チャンス。何を言っておる。お前がオラ様をスマホに閉じ込めておくからだ。ポップコーンの匂いがするときは勝手に出てきてるくせに。おハルマすげえ触れてんだけど、俺の話を聞いてもまだ邪魔をするというのか。ああ、俺はお前を止める。でかいモンストゲートなんて開かせない。父さんの新しい研究センターがどこにあるのかも知らないくせに。研究センター何個あるんだよ。聞き出すさ、お前にモンストで勝って。勝者は全てを得る、だろ。いいだろう。ただし俺が勝ったら二度と邪魔をしないと誓え。ああ、わかったよ。二度とお前には関わらない。ならば残りのメンバーを集めてこい。コロシアムで最後のモンストをしよう。いよいよ対決だ。今までもこの、ハルマと対決な感じのね、時があったんですけど、結構じらされてしまって。ああ、詳しい事情もメールしておこう。よし。準備を整えたらコロシアムに行くぞ。まあできることといったら、さっき言ったようにバステトを進化させてバステトを入れたい。これいけるかな。まあいいや、これで行くしかない。もう本当に、あ、対決っぽいね。みんな、お前が遅れてどうすんだよ。お前が一番遅くてどうするんだ。ごめんごめん。みんな、詳しい話はメールした通りだ。ハルマの気持ちはわかる。わかるけど、見過ごすわけにはいかない。そうだね。ミナミたちがやらないと。でも、私たちが勝ったら、ハルマの母さんはどうなっちゃうの？そうだね。ハルマのお母さん死んじゃうのかな？そっちに関しては大丈夫である。オラ様にいいアイデアがあるのだ。お前たちは全力で戦って、ハルマの目を覚ましてやればいい。わかった。お、じゃあ、あとは気兼ねなく、ハルマをやっつければいいんだ。あなたたちも事情を知った上で、ハルマに協力しているんでしょ？その質問に答える必要はないわ。あえて言うなら聞くだけ野暮、そういうことよ。そうそう、言葉なんていらないっしょ。モンストすればわかるさ、俺たちの気持ちも。さ、さっさと始めよう。もうじれったいよ。準備はいいか、レン。ああ、いよいよ来た。これちょっと負けたら格好悪いな。こいつか。やっぱこいつなのか。さあやっていこう。
本当にハルマと戦うのは初めてなんで、どう戦っていけばねいいかわかんない。結構ダメージ入るな。そんなダメージ入っちゃっていいの？嘘。これあれだな、このハルマと戦う前にずっと一生懸命エメラルドドラゴンとね、戦ってたんですけど、エメラルドドラゴンの方がはるかに強いな。あともう少しで撃破。ストライクショット使っちゃおうかな。もうちょっとね、レベル上げすぎたな。レベル上げすぎてしまった。さあどうやって狙っていこうかね。こいつやっつけたいんだよね。このキョンシー、キョンシーじゃねえや、味方復活させるやつ。よし、いった。1人残したけど、これでもね、スピードクリアはちょっと今回厳しいっすね。まあ、最初から狙ってないけど、こいつ鬱陶しいわ。もう味方回復させちゃって、 OK、 あとはボスをやっつけよう。このハルマーと対決のためにエメラルドドラゴンとね戦って、あとダークドラゴンとかも戦いましたけどね。あ、やべ、失敗した。こっち次がラスト。ストライクショットね、すんごく温存してるから、もうバンバン打っていこう。これ次、これであれだよね。そうだよね。よし、ん？あんまダメージ入らない。あー、そういうダメージオールの貼り方はね、ちょっと厳しいかな。まあストライクショットを打つから関係ないけど、これストライクショット打てなかったら、ちょっと俺これちょっとかわせないですね。んー、なんかいまいちだな、上杉謙信。上杉、あー、ま、あ、やっちまった。もうそう、あともうちょい。今のクイバタのやつはね、ちょっと間違えて指離してしまって、変なとこでストライクショット打っちゃったんですけど、まあまあ勝てるからいいか。これでこっち行こう。よし、行った、倒せた。あのレベル上げの時間、一体何だったんだこれ。大重石も手に入ったんで、これでバステトが進化できる。嬉しい。ハルマのモンスター手に入んないかな。あ、ダメだ、ハルマのモンスター手に入んない。これあれだよね、ちょっと怖かったのが、お前たちやるじゃねえかみたいな感じになって、実は本気出してなかったみたいな、そんな展開になるかなと思ってたんだけど、ハルマ
俺たちの勝ちだな。ああ、負けた乾杯だ。よかった、乾杯してくれて。父さんはこの町の上野原素粒子研究センターにいる。そこに新しい研究施設がある。モンストゲートの発生装置を壊せばお前たちの思い通りになる。好きにすればいい。わかった。レン、本当にいいの？これでいい、これでいいんだ。行こうみんな。ハルマはあれでいいのかな。あ、こいつら、この性格の悪い仲間たちがハルマに謝ってる。すまなかった。俺たちの力が足りなかったせいで。うん、マジショックなんだけど。ごめん、ハルマ。いや、お前たちの責任はない。すべては俺の力不足だ。ハルマ、聞くがいい。誰かを犠牲にしてまで続けるコイントスは、決して表にならないのである。運命とはそういうものである。言っちゃった。あいつのんきなやつだな。なるほど。俺のコインはとっくの昔にこの手からこぼれ落ちていたのかもしれない。本当にごめん、母さん。上野原研究センターに行こう。上野原にも作りやがったか、研究センター。まあ、今日はですね、ちょっとキリがいいのでここでおしまいにします。